はい、どうも皆さんおはようございます。チークです。よろしくお願いします。今回なんですけど、まあ、先日ですね、任大で発表されましたドラゴンクエスト 3HD2D リメイクの新情報に伴いましてですね、予約特典、任天堂での予約特典が公開されたので、ちょっとそれについてお話ししていこうかなと思います。はい、ということで、まあ、実際任大でですね、8月27日にドラゴンクエスト 3HD2D リメイクのですね、新情報何個か公開されてですね、魔物使いであるとか、あとその他キャラクリができるとかですね、いろんな情報が出たわけなんですが、最後にですね、予約特典っていうのが出まして、でその予約特典がダウンロード版限定なんですよ。任大の任天堂ダイレクト、任天堂でのですね、ダウンロード版の限定予約特典ということで、このダウンロード版の予約特典が全部で6個ありまして、1つは幸せの靴、まあ、これゲーム内アイテムですね、と力の種が3つと、あと守りの種3つ、素早さの種3つ、で命の木の実3つ、不思議な木の実3つということで、まあおなじみステータスの底上げをしてくれるですね、種系が3つずつと、あとはまあ経験値が歩くごとに入ってくる靴、幸せの靴、まあ、言ったらチートですわチートがですね、まあこの予約特典として入ってくるんです。でこれがいろいろありまして、まあこのね、ドラゴンクエスト3の HD2D リメイク、まあ、僕もちょっともう購入というか予約してしまってるんですけど、これがね、結構いろいろあって、ちょっとその説明というか紹介をしていこうかなと思います。で、ですね、まず予約特典なんですけど、まず通常版ですね。はい、通常版のソフトだけになります。ソフトだけが、税込み7678、税抜きかな？ちょっとわからないですか。7678円。で、これがですね、ソフトだけ、Nintendo Switch、PlayStation 5のパッケージだけですね、パッケージ版だけの、ソフトだけの、価格だと7678円。なんで、まあ、余計なもんはいらないよと。余計なもんいりませんよ。もうソフトだけでいいです。アクリルスタンドとかね、いらないですっていう方は、もうこっちを買ったらいいのかなと思います。で、その次がですね、通常版プラスブック型収納ボックスっていうのがありまして、まあ、この通常版のパッケージを収納する、ロトの紋章が描かれたブック型の収納ボックスがついてくるやつがあるんです。これが9878円になります。9878円。まあ特にですね、これもいらないという方は買わなくていいと思います。パッケージ版だけであったら別になんてことない。まあゲームはできるんで、ただそのパッケージのゲームを収納するだけのボックスなんで、これがですね、まあ限定品になるんで欲しい人は買うと思うんですけど、まあそんなんいらないやという方は全然通常版7678円のパッケージ版だけでいいかなと思います。で、その次ですね、次旅立ちの4人パーティーセットということで、まあ、これがですね、通常のパッケージプラスアクリルスタンドがつくんです。でこのアクリルスタンドが旅立ちの4人パーティーセットということで、まあ、勇者と戦士、あと僧侶と魔法使いですね、この4人のキャラクターのアクリルスタンドがついているパッケージが1980円。ここら辺からですね、ちょっとゲームとしては結構な値段してきます。なんでここら辺もういらない方は通常版を買うだけでいいのかなと思います。でこっからですね、さっきの旅立ちの4人パーティーセットに加えてですね、ブック型の収納ボックス、さっきの4人のアクリルスタンドとパッケージプラス収納ボックスが入ったやつがですね、13180円ということで、まあ、ここでがっつり1万円を超えてきます。でこれ結構高いんで、まあ、ここも考えものですね。でこっから、ちょっとアクリルスタンドの数が増えまして、勇者と旅の仲間コンプリートセット、全職業のアクリルスタンドプラスゾーマとバラモスのアクリルスタンドにパッケージが加わったものがですね、18570円ということで、言ってしまえばこのアクリルスタンド全種類買おうとすると、ソフトと同じぐらいの値段を取られてしまうんですよ。これ結構高いんで、まあ、正直ですね、僕はちょっと欲しくて買ってしまったんです。この次のやつを欲しくて買ってしまってるんですけど、ここ結構賛否両論分かれてるところです。高すぎだろうと、アクリルスタンド全種類集めるのになんでソフトと同じ値段出さないかんのや、なんならソフトより高いですからね、1万1000ぐらいこのアクリルスタンドに取られてるわけですから、まあ、ここ結構ですね、賛否両論ありまして、もうもったいねっていう意見も結構あります。僕なんとなく欲しくて買っただけなんで、もう全然気にしてないんですけど、まあ全然いらないよって方は、まあ、最初に言った通常版でいいかなと思います。でその次がですね、これが一番今のところ、高いやつですかね、高いやつ、僕が購入してるやつになります。勇者と旅の仲間コンプリートセットプラスブック型収納ボックス、先ほど紹介してですね、全種類の、全職業のアクリルスタンド、あと魔王のアクリルスタンドとパッケージ版を収納する収納ボックス付き、これがですね27,700円なんですよ。ちょっとね、僕今ちょっと購入して後悔してるんです。若干後悔してるんですけど、
まあ、とにかくコンプリートしたいよと、もうすべてこの限定品というか欲しいですよっていう方はこれを買うのがおすすめです。これが一番多分高いやつになります。はい、これですね、まあ買ったからといって何があるわけでもない、ただのこの目の保養なんで、もう完全に自己満なんで自己責任でですね購入していただければいいかなと思います。はい、で次がですね、ダウンロード版のお話になってくるんですけども、ダウンロード版を購入していくと予約特典がついてきます。でまず最初ですね、ダウンロード版 Amazon 限定予約ということで、 Amazon 限定予約をするとですね、通常の7678円のダウンロードに加えですね、購入特典として魔導士の杖と魔法の聖水2個がつきますと。で次、スクエアニックス e ストア限定予約特典で購入するとですね、ドラゴンクエスト3、そして伝説へのピンズですね、ロトの剣、ドロトの剣のピンズがですね、全長 6.4 センチらしいです。だからこれ得点なくなり次第終了するみたいなんで、まあ、早い者勝ちっぽいです。これがついてくるみたいです。あとはですね、壁紙、HD2D の壁紙、ドラクエ1と3かな、ドラクエ3か、ドラクエ3の、壁紙がついてくるみたいです。で次ですね、ローソンのロッピー、HMV の限定予約特典で購入するとですね、購入特典ドラゴンクエスト3、そして伝説へのマウスパッド、ロトの紋章のマウスパッドが、買える、ついてくるみたいです。まあ、これもですね、パソコンとかしてどうしてもこのロトの紋章のマウスパッドが欲しいよっていう方は、購入したらいいかなと思います。で次がですね、イオンスタイル、イオンスーパーセンターのゲーム取扱店での購入になるとですね、購入特典でさっきのパッケージ内は、ダウンロード版に加えてですね、ゲーム内アイテムで初っ端から鋼の剣が手に入ります。鋼の剣、攻撃力32なんで、まあなかなかのバランスブレイカーですね。鋼の剣が手に入るのとですね、戦闘中仲間1人の攻撃力をかなり上げる消費アイテム、バイキルミンが2個、手に入るみたいです。まあ、ここら辺も、まあ、ちょっとチートは使いたくないと、っていう方は、まあ、通常のダウンロード版でいいと思うんですが、まあ、サクサク進めたいよとか、まあ、購入特典やっぱ欲しい、どうせ買うなら購入特典欲しいよっていう方はですね、まあ、自分の好きなところで購入するのがいいかなと思います。で今回の、ダウンロード版、任天堂ダイレクトの後にですね、予約特典として発売されているのが、幸せの靴と力の種3つと守りの種3つ、素早さの種3つ、命の木の実3つに不思議な木の実3つが出てくるというところで、一応ダウンロード版の予約はまだ開始されてませんってこのサイトには書いてるんですが、まあ多分開始もできてると思う、開始されてると思う、任代が終わったら予約できるようになりますみたいなこと言ってたと思うんで、多分開始されてると思います。ちょっとここら辺ですね、任天堂の方から飛んでいただくしかないんですが、まあこれが一番今のところ予約特典としては優秀なんかな。幸せの靴、歩くだけで経験値入ってきますからね。まあ、これ普通に冒険するだけでレベルの上がり具合が全然違うんで、ただ今回難易度設定で全然難易度が変わってくるんで、まあ、そこら辺も縛りプレイの一種として使いたい方は使うと思うんですが、まあ、種関係よね。種関係がやっぱ3つ手に入るのは結構バランスブレーカーかなと思います。はい、ということで今回こんな感じで終わります。この中で、まあ個人的に好きなのはですね、やっぱりパッケージ版が僕結構好きなんで、パッケージ版でやっぱ購入しようかなと思って買っちゃいました。買っちゃいました。はい。で、まあダウンロード版の方がいいよっていう方は一定数いると思いますんで、まあダウンロード版の方はですね、まあ結構どれ買っても特典がついてくるので、まあ、自分の好きなところで購入してですね、欲しい特典を手に入れるのが一番いいかなと、まあそれはそうなんですがと思います。ということで、今回こんな感じで終わります。ダウンロード版のパッケージ版、好きな方皆さん、お買い上げいただければと思います。この他にもですね、多分もうこれ以上予約特典はないと思うんですが、まあ、今後ですね、新しい情報とか出たらですね、まあ、だらだら喋って動画にしていこうかなと思いますので、またお付き合いいただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。